だから試合に勝つための練習じゃダメなんだ。試合に勝つためにはある程度自分を殺してさ、殺してこう味方を使って、味方を使ってパスとかキックとか安全に、特にディフェンスはそうだよな。で全体もそういうふうになっちゃって、個人を生かして、勝とうっていうことは、勝つサッカーを子供の時にやったらそういう発想は出てこないだよな。だからそういうのは、そういう練習っていうのは個人を伸ばす練習やな。個人を育てるって時間かかるんだよ。10年ぐらいかかるんだよ、極端に言う。小さい子供がね、小学生がだんだん うまくていい選手になって個性を伸ばしながら10年ぐらいかな。ボールコントロールをマスターするのにそんだけ時間がかかるってこと。パスはすぐ覚えられるんだ、キックもすぐ覚えられるんだ、シュートもすぐ覚えられるんだ。ところがドリブルで相手を抜くとか、高いボール、来たボール、空中のボールをコントロールするとか、そういうのはすぐに身につかないんだ。何百回、何千回、何万回練習して身につくんだ、自然と身につくんだ。そう、練習によって身につくんだ。これが大事なんだ。教えられないんだ、いや本人が覚えなくちゃなんだ。だからパスとかシステムとか戦術ってのは教えて覚えられる。ほとそのことにハマったら個人は伸びないや。システムとか戦術の通り選手がやってたら、それは答えが決まってない。1+1は2と一緒なんだ。違うんだ、サッカーってのは違うんだ。1+1は1になる時もあるや、ケミファーが起きれば3になる。それは学園の決勝戦みたいなもんだな。今年の青森山田とやった2-0の試合は3人に引く、ああいうのはケミハーね、11対13か14になって、学園の方が上手くなって、みんなチーム一体となって、そういうのゾーンに入るっていうけどな、そういうふうになるんだ。だから個人がまずしっかりして、個人を育てるっていうのはそういうことなんだ。個人を育てるから最後素晴らしいチームだよ。だから、気をつけなくちゃいけないのは、こう育てるって言いながら、実際はシステムが決まって戦術が決まってくる、その通り選手を肩にはまって、あ、勝ったって言ってくる、それは間違いない。選手は育ってないんだ。チームは強いで、優勝した、勝った、優勝したって喜ぶな。指導者と親だけだ、子供は犠牲になって、もっと自由に伸び伸びと失敗を恐れずチャレンジする選手をたくさん作った方が将来的にはすごい選手になった、そういう環境を作らないと、それが大事だ。そのやっぱりイマジネーション能力というか、そういう部分もその指導をしていると豊かになってくるってことですよね。そうだな、長所とかそういうことを伸ばしていけばさ、いろんなその短所が消えていくやな。これは不思議だな、人間というのは。だから短所ばっかり言ってると逆にその萎縮して、それを直そうと思っちゃうから、逆効果だな。どっちかってやっぱ小さい時には褒めて褒め尽くしてさ、それで、まあ時間にルーズとかさ、規則守らないとか、そういうね、人をリスペクトしないとか、そういうのはやっぱ起こらなくちゃならないけど、それ以外のサッカーのプレーに対してある程度こうなんて広い心を持ってさ、失敗を許してさ、ね、やるような、そういう練習と指導が大事だな。飯田さんもやっぱりそういう著書にも書かれてたんですけど、なんかその何でしょう、怒る場面っていうのをうまく使い分けてるっていうような形で書かれてたんですけど、やっぱりシーズ学の時だったり、今ジュニアを教えられてる時もそういうふうに使い分けてるというか。そうね、やっぱそれはね、やっぱさ、練習っていうのはさ、必ず厳しさがなくちゃダメなんだ。必ず厳しさがなくちゃ、どんな時でもね、だから1日の練習が1時間から2時間ね、まあ今2時間から3時間くらいかな、高校生はね。その中でさ、全部厳しさじゃないだ。楽しくやりながら、その中でだんだん厳しさをやってくる。例えばリフティングしてもね、何分間落としちゃダメだとか、全部右左使えとか、そういうことをアドバイスしながら、失敗したらダメだ、やり直しすぐやれとかね、そういうふうにして厳しさを教えてくるんだけど、最初はやっぱたくさんボールさえながら、楽しくやりながら、そういう中で厳しさを植え付けてくる。それは一つの言葉だよな。なんだ、もっとしっかりやれと、手を使わないで全部
この2分間足でやれとかね、そういうふうに条件つけてね、その中でやったら褒めてやるし、できなかったらダメじゃない、もっと練習しろって、そういうふうに怒るわけだ。怒ることも大事なサッカーはな、そういう意味で、うん、ただチャラチャラやって、チャラチャラ終わっちゃダメなんだ。だよく静岡の選手はボールだけ触って、タラタラした練習やってんじゃねえんだよ、実際は違うんだよ、その中身が違う、やってる中身は、うん、でそれ以外にもやっぱ走ることも大事だからな、うん、走るとさっき言った1週間に1遍は嫌な練習でもやんなくちゃ、いい選手になるため当然だよな、それある意味は強制だよ、うん、まあ、今の世界ではパワハラっていうけど、それは決してパワハラじゃないな、いい選手に育てるためにはそういう厳しさが必要なんだよ、強いことを言うことも大事なんだ、サッカーは、まあ、スポーツ全体そうだよな、うん、いい選手になればなるほど厳しくレベルの高いところに行くにはより厳しく壁を乗り越えるためにもっと練習、もっと頑張れる、こういう発想でなくちゃ絶対いい選手にならんし、いいチームもできない。